第3号は艦首と一番副砲塔を作るです。パーツはこんな感じになっております。まずは艦首を組み立ててまいりましょう。艦首はやはりヤマト型といったら特徴的なバルバスバウ、こちらのパーツ瞬間接着剤をつけて、差し込む形式になってます。点付けではなくて差し込む形なので、バラバラになる心配もなく、接着剤をね、はみ出しだけ注意しながらこのように組み立てました。ホースパイプの部分ですね、怒りが収まる部分ですけども、こちらも全上瞬間接着剤を爪楊枝で塗りつけて接着いたしました。こういう部分がしっかり接着させたいなという気持ちはあるんですけども、瞬間接着剤つけすぎたりとか、接着剤つけすぎるとはみ出したりとか、かえって接着力が落ちる場合がありますので、まずはしっかり固定して、足りないなと思ったらこういう風にね、爪楊枝を使って内側から瞬間接着剤で補強して一体化しました。こういう溝ですね、足りないかなと思ったら軽く爪楊枝で充填してあげて硬化させるとよりしっかりと組めます。ピッカモン章、こちらもしっかりと接着します。パーツの裏にちゃんとピンダボ、四角い突起がありますので、正しい位置に入った瞬間にパチッとはまります。さらに組み付けということで、一体化、あっという間に一体化ですね。艦首パーツがブロックになりました。やはりね、艦首部分ラインが綺麗ですね。はい、そして一番副砲塔です。副砲の方針、キャンバス一体化しているものをまずは切り出します。こちらもニッパーを使って二度切りをしていきますが、キャンバスの基部の部分は内部に隠れる部分なので、特にヤスリがけとか細かいところの心配はいらないかなと思います。はい、そして、副砲の本体ですね、こちらの裏側から砲身を差し込んでいきます。こちらも差し込まれる位置決まってますので、しっかりと差し込んでいきます。位置が決まったら OK です。副砲の砲身、三連装副砲ですけども、それぞれに砲身が独立して動くようになってますので、しっかりとね、溝に入ってるよっていう状況を作ったら、プラモデル用接着剤を使って副砲を箱組みしていきます。こちらもね、あまり接着剤塗りすぎてしまうとはみ出してしまってテカったりとか、かえってね、仕上がりが汚くなってしまいますので、このようにスリットに板が差し込まれる部分、組み立ての上で重要な部分に重点的に接着剤を塗りつけて組み立てるとしっかりと組み上がります。副砲の後部のパーツも先ほど取り付けた壁の側面のパーツに差し込むようにぐっつきますので、位置合わせも簡単で丈夫な箱組みができます。ここですね、最後に補強でプラモデル用の流し込み接着剤を流してあげることで、しっかりと点ではなく面で接着することができます。箱組みがきれいに仕上がったら、内部の突起に接着剤を塗りつけてあげて、副砲の床面ですね、硬質 B パーツ、こちらをはめ込んで一体化します。そして一体化したら、最後にちょっと間隙間とかは流し込み接着剤を流してあげるとしっかりくっつきます。砲身がそれぞれに稼働することも確認したら OK です。一番副砲は空中線支柱がつきますので、空中線支柱のパーツをカットします。こちら非常に繊細なパーツなので、一度でカットしようとせずに、ちょっとゲートをカットするときに余裕を持たせてカット。まずはランナーの枠からパーツをそれぞれ切り離します。プレッシャーがかからない細かいパーツはニッパーを使ってギリギリを攻めて切っても OK です。こちらもプラスチック用接着剤を使って組んでいきます。合わせる位置とかがなかなか難しいと思いますが、ちょっとここはね、根気強く空中線支柱を一体化していきます。作業しづらいなと思ったら、こういったワニ口クリップがついた持ち手、模型用のもの販売されてますので、こういったものでパーツを挟んだ状態でやると、パーツを直接手で持たずに画面のように持ち手を持った状態で
パーツに触れることなく作業ができますので、だいぶ楽にできるんじゃないかなと思います。空中戦支柱にそれぞれつくパーツ、こちらを組み付けていって一体化していきます。空中戦支柱の部品、物によっては穴が開いている方が上などね、向きの指定もありますので、接着する前に説明書をしっかり見て組み立てていくといいと思います。繊細な作業にはなりますが、矢倉が綺麗に組み上がると精密感があっていいですね。さらに複方の背面部分の通路、こちらを取り付けていきます。さらに複方の、速挙儀のパーツですね、右速挙儀と左速挙儀のパーツ、左右で大きさが違うので取り付け位置の間違いには注意です。こちらもプラスチック用接着剤でくっつければ OK です。こちらの速挙儀パーツ、中がね、あらかじめ白く塗装されているので、組み付けるだけでいいですね。色数も増えて表情豊か。先ほど作った空中戦支柱を複方に一体化していきます。支柱のどの部分がどの穴に刺さるかしっかり確認しながら差し込んだら、最後に軽く支柱取り付けの穴に流し込み接着剤を流してあげれば、丈夫に接着ができます。こういった形で複方完成。第3号艦首と一番複方棟を作る完了です。以上、お相手はプロモデラー長徳義隆でした。Asset.